Thank you.
Thank you.
今日のプログラムというのはなかなかね、あの皆さんあまり聞いたことがない曲をあえてあの入れたものですから、まあ、皆様にとってちょっと新しい発見があれば非常に嬉しいなというふうに思っております。今年は私もですけれども、あの6月にあの息子が生まれまして、あの父の父親となったわけでありますけれども、あのこういった喜ばしいことがあったわけです。喜ばしいことがあった反面、すごい悲しいことがありまして、私のまずは恩師である三上拓子先生があの亡くなられたということであります。そしてまたあのフルート界を牽引、長いことあの牽引してこられた金正国先生もあの今年亡くなられてしまった。本当にあの惜しい方々をあのフルート界を亡くしてしまったなという、そういう気持ちであの非常にいっぱいであります。もう年末でございますので、あの何か、まあ、アンコールということで1曲だけ用意させていただきました。あの、まあ、その今までお世話になった先生方への感謝、またそしてご来場くださった皆様への感謝、まあ、そしてまたあの会社内の私の友達も今久しぶりにね、あの来てくれた友達もいますし、まあ、あの普段あの本当に素晴らしいピアノでいつも私を支えてくださっている斉藤優さん、本当にありがとうございました。ということで